どうも、深森です。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日はね、最近なんですけど、すげえかっこいいジョーダンが発売されてて、それを注文しましたっていう動画になりますね。はい、なんでね、まだね、ナイキのアプリで購入したんですけれども、まだ全然売ってるのと、あとね、他にもね、結構調子いい色がね、最近ジョーダン1のね、ローカットとかミッドカットでね、結構かっこいいのがね、ボンボン発売していて、今回、ジョーダン1のローカットなんだけど、俺が頼んだやつがね、それね、もともとダンクでその色があったんだけど、確かね、ウィメンズ展開だったかとかで買えなくて、買えないというか、サイズがなかったっていうのもあって、あとなんかダンクブームだったっていうのもあって、最近ダンクもね、だいぶ落ち着いてきたんでね、割と買いやすいかと思うんですけど、ジョーダン1でちょうどストライクな色が発売されたんでね、購入したっていう報告動画になります。すげえかっこいいんでね、商品がね、到着次第ね、こちらを通じてお伝えしようかと思ってます。確かにね、そのプレルプレン内で見たらプレン内かもしんないけど、それだけがね、スニーカーでもないと思いますし、やっぱりね、自分の中でのかっこいいとか欲しいとか、そういう気持ちをやっぱりね、重視した方が またね、こうスニーカーが面白くなる風味なんじゃないかな。僕ね、ずっとね、こう黄色いスニーカーを欲しかったんでね、で、なんか黄色単色ってのもなっていうのもあって、それでやっぱジョーダン1とかダンクとかはなんか2色ぐらいがやっぱちょうどいいってのもあって、やっぱ黄色と白っていうこの配色がね、なんかね、すごくね、こう、良かったんだよね。なんかわかんない、かっこよさはね、理屈じゃないんで、ということです。ということで、本日はジョーダン1のローカットを注文したでした。以上です。どうー。